江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の、国内の話題なんですけども、放流反対で無期限断食と生きり散らした渓谷さん、結局へたれる、へたれ際も茶番を演出ということでね、この茶番ね、もう涙なしでは聞けない茶番でございますよ。はい、ぜひですね、じゃあ聞いていただきたいと思います。それではくーちゃんお願いします。日本政府の福島第一原子力発電所汚染水海洋放流に反対して始まった共に民主党雲縮議員の断食座り込みが半月後の10日中断された。先立って右議員は断食座り込み突入初日の先月26日ソウル酔戸国会疎通館で記者会見を行い、福島汚染水阻止のために無期限断食座り込みに入るとし、日本が私たちの海主権侵害することは容認できないと明らかにしていた。共に民主党のイ・ジェミョン代表は、日本福島原発汚染水放流阻止のために15日目の断食座り込みを進行中の自党所属雲縮議員に他の方式でもっと熱心に戦おうとして断食を引き止めた。イ代表は10日午前最高委員会議を終えて、最高委員らと国会本庁前の座り込み場を訪問し、右議員やキム・ハンジョン議員に会った。キム議員は右議員と共に6日間同調断食を行っている。右議員は IAEA 事務総長に渓谷国民の世論を加減なく伝えようとしたとし、日本の国会議員が来て言う話が、日本にも反対する人がいるのに大渓民国の国会議員が断食するから大きな力になると伝えた。これに対してイ代表は、汚染水放流多様が1日や2日で終わることでもなく長期間続けるしかないことだが、右議員が戦うためには健康保全をしなければならないのではないかとし、今は十分に心も決意も見せてくださったので、他の方法で戦おう、中断しようという話をしようと思ってきたと要請した。民主党によれば、イ代表はこの日右議員に断食闘争を終えて長期的な闘争のためのコントロールタワーを指揮することを提案したと伝えられた。同福島原発汚染水海洋投棄阻止対策委員会など多様活動を全て含め、組織的な対応に乗り出す計画だ。イ代表は右議員を助け立ち上がるなとも述べた。右議員もうなずきながら、日本が放流に固執しているのでどうするのがより良い方法か考えていると述べた。同日、パク・イン内代表も午前の最高位会議でも、海洋投棄は30年以上続く、政権は有限だとし、国民の生命と安全問題を拙速に選択してはならないと反対の立場を強調した。右議員は同日午後 SNS に文を載せ、心が複雑だったがむしろ落ち着いたという感想文を載せもした。偶然に汚染水放流安全性証明のための国民の力の、いわゆるモッパン食べる放送と対決構図を形成した右議員は、この戦いはモッパン対断食ではなく無能対国益争いとし、貪欲対生命安全の対決と意味を強調した。福島原発汚染水海洋放流阻止のための党の定例会議と記者会見などに出席し、普段と変わらない日程を続けた右議員に、同党のイスジン議員も3日間ハンスト参加で力を加えた。右議員は SNS で、国民に代わって明確に反対意思を伝達しなければならないという考えでここまで来たとし、15日の断食座り込みで国民絶対多数の反対世論を日本をはじめとする世界各国に広く知らせてきたと考えると明らかにした。右議員は入院写真が含まれた文を追加で掲載し、15日間の断食で体がよく整えなければならないという周辺の勧めで数日間ゆっくり休むことになったとし、よく回復して出て放射能汚染水海洋放流をはじめとするいろいろな不合理に対抗すると付け加えた。同日、同福島原発汚染水海洋投棄阻止対策委員会所属の議員と無所属議員を含む11人は2泊3日の訪日の都に着いた。彼らは2泊3日の日程で日本を訪れ、首相官邸や IAEA 国際原子力機関日本支社などを訪問して抗議集会に臨む。はい、ということでね、このこれですよね、この手を取り合って、ね、断食してきたこの議員に対してイ・ジェミョンがね、手を取ってもういいよとね、涙なしでは見れない人たちもいるんですよ、ごくわずかですけど。こんなので感動すんのかなって思うんですけど、いやらしい演出ですよね。
で立ち上がらなくていいよってうわーくさーって感じだよねうん、普通さ断食こんな十何日も十五日もやってたらもう立てないぞ、まず立てないっさ仕事できないはずなんですけどね。いやらしいな本当に。じゃあですね、こちら警告の反応いってみましょう。一人目、またショー本当に遊んでるね笑って泣きそう。454141ああ受ける、ずっと断食してお腹の脂肪を落として9428なんでもう止めるために断食し続けないと48に。そうだよ、無期限とか生きておきながらさ15日間も断食したのにどうして生きているんだろう。ロボットか人造人間か。15日間食べなければ普通の人間は死ぬが、あの子が生きているのを見ると人造人間が確実だ。それとも密かに何か食べてたんだろうなと思う。348だろうね。今回日本に核汚染処理水の放流反対のために民主党議員が行くと国民は望んでいる。警告でしょうしないで日本に行ったついでに坊主頭でハンストしなさい。放流阻止が貫徹されるまで帰国せず断食するなら費用もかからないし、それでも日本が放流すれば切腹と言え、そうすると世界中が騒いで大騒ぎになりそうだけど、またあなたの党がユン・ビヒャンを核汚染処理水阻止有効者にするのか。317私は民主党の断食闘争は意味がないと思います。どうせ途中でやめるという認識だけで印象が悪くなります。あまりにもありきたりで気にも留めません。71だったら無期限って言わなきゃいいね。やっぱそっちの方が聞こえがいいからかな。最低だな本当に。じゃあですね、チャットの反応行きましょう。何この茶番何なんですか笑わせに来てんのかうんうん知ってた、わら。へたれるくらいなら無期限飲食ででもやっとけよ、わら。へたれるのは分かってたがとりあえずやった感がしましたにだ。どうせ見てないところで飲み食いしとったんやろ。この座り込みしてたからイ・ジェミョンの座り込みには参加できなかったにだよ。それくらいどうでもいいことなんだろうな。無期限って軽く言いすぎ。まあ白々しいことで。もっとな。容認ありがとさん。目と目見つめ合って手と手取り合ってキモ。キモい男が手を取り合ってヤバいだにしか見えん。民主党ってどこの国も困難ばっかやな、わら。日本で反対してるのは日本人ではありませんよ。いつも自分たちが騒いで壊れる、貫徹したことがない。ほんとな、茶番だよな。断髪だの断食だの無意味なこと急に初めてすぐへたれるようなお前ら、わら。そろそろタオルお願いしますって泣き入れたんだろ。ああ、だろうね。せめて倒れて病院に担ぎ込まれるくらいの根性を見せろよ。病院なら食事取らないと医者に怒られるだろ、わら。めっちゃ肌ツヤいいんですけど、わら。近海の放射線と汚染度を調べればもう手遅れだとわかるのにな、残念だったな、わら。カメラ回ってないところで食べてたんでしょ。毎日2時間の断食ダイエットを半月続けた結果がこちら。2時間で、ハンストで自分等の願望が叶うとか思ってんの。断食することが政治なのか、わらわら。イ・ジェミョンどこに隠れてたの。そうだよね、 IAEA の事務局長ともね、会談してないですからね。次期大統領期待してます、すぐに日系断交してくださいね。いや笑わせてくれますよね断食って日が落ちてからは食べても良いはず、わら。あ、そういうことか。科学的根拠もわからんやつの座り込みって意味ある。でもこの人たち、この人たち仏教が切りすぎるな、仏教だったらまあって感じです。ガソリンかぶってしつければ注目されるよ。実際やるやついるからねこれはね茶番は面白くなきゃこれはおもんないもん。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。